富士チャンネルの藤子です。面白いサイトを検索してみるシリーズ第2弾です。日本人の間でちょくちょくこう一部日本人の間で結構噂になっているサイトというのがあって、事故物件、いわゆる事故物件ですね。そのちょっと問題のあるその人の亡くなり方をした事件のあった物件を集めている、だから口コミサイトというか情報が集められているサイトということですね。大島テルというサイトで、人の名前っぽいサイトでちょっと不思議なんですけど、すごいすぐに出てきましたね。大島テル、ちょっともうすでに怪しいことが書いてある。お、すごい、なんかドーンと恐ろしい地図が出てきたんですけど、大島テル、日本語イングリッシュってこう左上にわざわざ日本語バージョンと英語バージョンもあるんですね。英語バージョンも開いてみよう。はい、大島ランド、あ、これアメリカですね。すごい、ブルックリン、ニューヨーク、ジャージーシティ、へえ、すごい、結構何件もありますよ。ちょっと開いてみたいですね。マンハッタン、え、いいのかなこれ、なんか怖いけど、クリックしてみよう。じゃあこの2って書いてあるのは2件あるのかな。あった、なんかこれ、でもこれいいのかな、ちゃんとアクセスしちゃっても。バーガーキングの近くに、あ、コメントもできるし、ズームイン、ちょっとこれ大丈夫かな、コメント、こうやってコメントもできるんだ、すごい、これ日本語って言いながら海外も、韓国とか中国の方まで、上海とか、あ、台湾の方もすごい載ってますね、情報が。え、フィリピンまで載ってる、東京、わ、すごい、事故物件がこんなに。じゃ新宿行きますか。新宿の、わあ、すごい、あ、じゃあこの大きなビル、ここで、じゃ開いてみよう。え、すごい、平成16年10年ぐらい前か、12年前、12月の16日、12年前ですね。歌舞伎町でこのビルで女性が右耳から血を流して倒れているのを発見、その後亡くなったということで、写真までわざわざ投稿してあるんですね。おお、身元不明の男性遺体発見とかありますね。じゃあこれ見てみよう。あ、飛び降り自殺とかもあるんですね。写真があった、殺人とかも書いてあります。まあ、でもよく考えたらこんなに人がいっぱい生きてる世の中で何十年も観測していったらいくらでも事故物件ってできていきますよね。確かに、そう思うとあんまりもしかしてそんなに怖いことではないのかもって思いはするけど、でももし自分の借りたマンションがそれだったらってついつい検索はしてみたくなりますよね。怖い怖い。大島テルさんの
この管理人さん、このサイトの管理人さんの大島てるさんの出版した本とかもあるんですね。もうなんか見てみたいような、見てみたくないような、なんとも言えない噂のサイトでした。私その不動産をしてる友人にこのサイトってどうなんですかというふうに話を聞いてみたことがあるんですけど、その友人曰く本当の話が半分で、ちょっと信憑性に欠ける情報が半分っていうふうにその方は言ってましたね。だから入り混じってるっていう認識で合ってるのかなと思いました。あなたの国にはこういうサイトありますか？じゃあこれからも、こういう面白い噂のサイトとかをどんどん検証していきたいと思うので、なんかこのコメント欄だったり、あと SNS でぜひぜひメッセージください。リクエストお待ちしてます。ありがとうございました。またね。